久保田練習室の久保田です。今回フォアハンドの、バックスイングのこの序盤のところの動きねについてお話します。まあ序盤がうまくいかないことには、ちょっともうバックスイングまでたどり着けないかなというのが分かってるので、一番大事なところで一番難しいところではあるので、皆さんもぜひ、できてると思っている人も確かめながらやっていただければと思います。まずですね、あのラケットをこっちにこう持っていく動きのところではあるんですけども、肩のポジションをあのまず確認していただきたい。どういうふうに確認するかというと、まあ、前の動画でも、あの姿勢の動画でもいろいろ言ってる通り、肩を一回前から上に上げて後ろにね、こう前からぐるっとこう回すようにして、ここに広場を作ってもらいたいんですよね。ここに広場、こうね、これ間違いの方は後ろから上に行って前側に持ってきた、これ間違いですからね。これあの比べてくださいね。こう谷になるんだね、間違いの方は。ポーンと落ちるんだよね。ちょっとくぼみができる感じですかね、ここにね。間違いの方はね。正しい方は、ここに広場ができる。広場ができるっていうのは何でかというと、肩を上から後ろに持っていってね、この上腕の上の方を後ろに持っていってるんですよね。そうすると、ここにあの広場ができる。ここは後ろに行ったからね、ここに、ここは広くなる。間違いの方は前にこう持って出てきてるから、ここは谷になるんですよね。こうやって構えたらダメですからね。もうずっと言ってますよね、これダメだって。肉が出てる状態。これもう今背中丸いでしょ。こう出すともう猫背誘うんですよ。猫背誘うと骨盤も後傾するからね。でもなんかこうパッとこう綺麗にこう先まで伸ばすと、なんか綺麗にできましたみたいな感じはするんだけど、これをやる人のほとんどは手がね、こうピンと伸びたりするんです。こうやってね、出しすぎ、ピンこういう感じでね。正しくやると、そのピンとはならないですね。ちょっとこう親指が落ちるような、ちょっと小指と親指が落ちるような、こういう構えになってくるとは思うんだけど、ピシッと伸びてる。こうもならないですからね。これも出てる証拠であるんだけど。これも、これも、あの、肩が出てるとやりやすい、あの、間違った手ですからね。ガーってなるのも、こうなるのもね、手先がね、肘伸ばすときにこういう手、ね、こういう手になるのが正しいポジションだと思います。そういう緊張が走るんですよ、指先に。まあまあそれはそれとして、あのチェックしてください、手先も。で、大事なのはやっぱ根元なんだよね。根元のこの影響でこっちがそういう風になるってことなんで、これ確認作業としてはこう、まあ、使えなくはないと。で、さっきの正しいポジション、広場を作る。ここを覚えないとダメです、これ。で、この広場ができたら、ラケットをそーっと持って、ね、で、こうターンする練習してくださいね。このままこういくのかと。この広場を作ったまま、こういく。間違いの方はですね、まあ今、間違い、上からこうやって間違い作りましたけど、もう一つ作りやすい方法があって、間違いはね、作りやすい方法があって、それはどうするかというと、この広場を作る、この肘の高さからじゃなくて、左肘を一回下ろして、で、脇腹の方に持ってきて、で、少し左肘を右方向に持っていきながら手を伸ばしていくと間違いが仕上がるんです。これできるんですよ。これくぼみになってますからね。皆さんもやってみて。こうやりたいんだけど、これをこう、ね、今最初は、広場を作った状態からでもいいですよ。この状態から左肘を落としてね、落として体に近づけて、で、それからさらに体に対して右側に肘を持っていって伸ばしてみて、だから綺麗に谷ができるんで、ここに。これをこのポジションにしないように、ね、広場作って、ここも固定でいいですからね、これこのまま固定。の固定したままこう持っていく。ターンが終わるまでこう持っていってくださいね。ただ大体あの右胸の前、右肩の前までこの状態でちょっとこうずらしただけで行くん で、そこから手を離してバックスイング完了というふうにしていただければ、右腕は間違わないかなという。一回いきますよ。広場作る。で、広場、まあ、触ってみて、広場がこうペタッとあるかな、こうね。間違い。あ、ない。ここない。へこんでますよね、ここね。へこんでるの分かります？
正しいの出てますよね。これこれあの右側横からね撮影した時に正しいのってこう言って構えた時にちゃんとここのね肩幅があります。間違いやると肩幅がもうないんですよね。ここもう近くて顎と肩がだいぶ寄ってると思います。それでも確認できますからね。実際こう後ろから撮影したり後ろから撮影したりね前から撮影してもちょっとこのポジション分かんない人は分かんないです。私はもう一発で見抜きますけどね、あのバランス見たらすぐ分かるんで、ね、パッと伸ばしたけどこれ正しいけどこれ間違い、ね、ちょっと分かりにくかったりするんで、それが後ろ側からだとねちょっとこうやってこれ間違いですからね。これ間違いね、これ間違い。正しいのいきますよ。正しいのはこっちですからね。これ正しい。まあ分かる人が見たら分かるかなとは思うんですけども、ちょっとあの一般の天才愛好家の方はちょっと見抜くのが難しいんで、いろんな こっちから、ね、ターンして横側から取って肩幅があるかなとで一回あの素振りしてパッと構えてでちょっとラケットを置いてこう触ってみた広場あるかなとか、そういうのでチェックしないといけない。もう一つは、まあ、適当にというか、まあ、自分なりにやってみてでやった後に肩をもっと引っ込めることができるかなと。こっちにね、肩をこっちにやることができたり、落とすことができるかなっていうふうにあのやってみるといいです。間違えてると、引っ込めようと思ったら引っ込むんでね。落とそうと思ったら落とせるんで。あれ？これだったって気づくんですよ。だから自分なりにできてると思ってる人はもう自分なりにいいから構えてみてね。で、一回、あれ？まだいけた。あ、もっと下があった。とかね、そういうふうにやってみて。で、正しくできたら、もう何ともなんないから。これ以上後ろ行かないし、下も行かないし。間違えてると、あれってなるから。だいたい引っ込んだ後ちょっと落ちるから。こう出してしまうとね、これ、こっち側に流れて、ちょっと低くなるんだけど、これ高いポジションなんです。低いけど体勢的には高いポジションの腕っていうことになるんですよね。これ上側からだからね、上側から行って落ちてる、で背骨湾曲してる、これっていうのは体勢的には高いと私は言ってるんですけど、ね、だからこれ引っ込めた後落ちるんですよ。この状態から落としたままこうはいかないんですよ。苦しくてね、まあ、背中見ても分かるかな。背中はちょっとこうなんか丸いなとか、ちょっとそんなに骨盤は前傾してないのにちょっと前傾っぽいなとかね、まあ、この背中の丸まりぐらい見ていただければ、間違えてるのに気づくことはできなくはないですけども、それでもやっぱ自分のねやった感触としてこれカチッときた感じと、なんかこれ正しいの間違い、正しいの間違い、何もしてない状態から、ね、何もしてないこうブラッと下げた状態からここが難しいんですよね。初動のところはね、してない、何もしてない、肩はめてないで肩をはめる、はめてない、はめる、これは難しい。でも最初からはめた状態にしとけば、その状態から持っていくのはかなり難易度を落としてうまくいくことが多いので、まあ誰かに球出ししてもらうときなんかは先にこうやっといて、この形を作ってね、これ今左肘高いですね、右肘低いですよね。でラケットはどっちかというと体の中心じゃなくて左側に寄ってますよね。でこの位置から球出ししてもらってターンする練習をしてください。こっから球出してもらって、こうやってこうとかやると、またこうやってこうやる時間もかかるし、で時間かかって慌てるとまたぐちゃぐちゃになってくるからね、背骨のツイストとか入れてまたこうやってるのにまたぐんやっとこう潰したりするんで、これができた後に、はいお願いしますって出してもらって、でここをね、でそうするとね、球を見た状態でこっからこうターンするとちゃんとこう肘が曲がった状態で、ここは目に映るんですよね。上腕と肘が曲がって前腕こっちに折れてるなーっていうのが目に映るんで、
でその後にコート後方から手先が前に行ってるのも目に映ります。これ向こう見たまんまでね、こういって、あ、肘曲がってるなーってのが分かる、見える。で伸びたなっていうのも見えるっていうふうに確認できるんで、だから、確認方法っていうのはそうやって動画撮影っていうのもあるんだけども、実際に見ながらこうやるっていうのもできますからね。間違ってる方はだいたい肘が一回下がるんで、ここで上腕見えなくなるんですよね。見えなくなって見えてきたとか、もしくはずっと手先が見えてるとか、ね、これあのコート後方にラケット運んでないですからね。もう一回言いますよ、間違いですからね。これここからね、こうやりました、ずっと手先が見えてる、これね、なんかこれもなんかうまくできた気がしますよね。これほらなんかちゃんと持ってってるじゃないかと、こっち持ってってる。でこれ真横から撮影したとするとどうなってるかというと、これ全然開いて後ろ行ってないですから、ね、わかります。ずっと見える状態だということは、ここに前にあるということなんで、こうやってますよね。だからラケットをコート後方には運んでないですよね。左から右に運んだだけですよね。こっちからこっちには行ってるけど、後ろには持ってってないと、ね、間違いですよ、これ間違いね。この状態からこうやると、なんか肘も、ま、最初は曲がってるからね、こうやって曲がってるから、なんかちゃんと運んでる気がするけど、横まで行ったところで離す。そうすると左手は早く終わる、右手引いてないのに左手は伸ばす、ここまでは早く終わるんですよ。だってこっちに行ってるからね、近道してパッとこっちに行ってるから早く左手終わる。でも右手は引いてない、だからカタカタになるのではなく、ね、あ、ちょっと左手こっちで終わったから右手だけで引こうとか、そういうことはできないんですよ。ほとんどの場合左手がこう行ってこうすぐ後ろに運ばずに横に行って終わったっていう場合は、そのタイミングで右も終わるんですよ。じゃあどうなるかというと、こう行ってここで止めるんですよ。ここまで引けるのにここで終わる。だからコート右方向に放り投げるように終わるんですよ。それが心地いいんですよ、両方一緒に終わるっていうのはね。コート後方まで運んで正しくやって、左肘を伸ばしながら右肘も伸ばせば、これはこれでまた正しくて気持ちいいんですよね。あ、ちょうどいいというか気持ちいいというかね、パシッと決まる感じがあるんですよね。両肘伸ばしましたっていうふうにね。でこの間違った方の横に運んでって、これ終わるのも、これはこれでまた気持ちいいんですよ。おでも全然引きが足りなくて、これだって今、こっから、ここにやってるだけですからね。下向きに落としてるだけですから、ね。こっからだいたい打てないんで、また暴れるんですよね。二度引き入るんでね。100% 二度引き入ると思います。その位置から打ちに行こうと思っても、球がずれたらね、どうしようもないから。ショートラリーでね、同じところにこう球出してもらったりすると、そこからでも打てたりするんで、あれなんですけども、もう打ち合いするとぐっちゃぐちゃですからね。だからそれ気をつけて。ちゃんとこれ作ったら、このままターンして、ターンが終わったら肘を伸ばしてね。そこをちょっと徹底的にやっていただきたいですね。そこを今までこうなかなか引けなかった人が、そこを正したら、あのうまくできたっていうのがあるんで、でこれはですね、あの一回左の肩のポジション、この後腕のポジションを決めたら、ずっと維持でこのまま下ろし、まあ下向きの前に寄せて打球しますよね。でキャッチした時もこれ作っとく、このままね、だからもうこうぐにゃっと振り抜かない、このまま終わる、ね、ここで終わる、これ止める、止めれる程度の速さでスイングしてください。で止めたらそのまままたこう持ってって、だから左肘は全然落ちないですからね。こういって打球したらこのまままたこっち、これこういう流れでいければ大体安定するんですよね。だからこれで壁打ちできる人は壁打ちをやっていただいて、で、またあの、球出ししてもらうか、あと、ショートラリーでもいいですよ。ショートラリーでずっとこう、左の、後腕、ずっとこれ維持。一回下げると、また上げようと思って焦ると、ぐちゃーっと、ここ、後腕を潰しちゃうんだよね。で、背骨を、あの、
湾曲させて猫背になっちゃうんで、それ気をつけて。もう定期で長くやっていただいてる方はもうここをねちょっと徹底してやるとバックスイングが安定してるっていうのも分かるんで、分かってるんでね。で、あのまあここ数ヶ月初めて来ていただいた、まあ、あのレッスン初めて受けていただいた方って何人かいるんですけども、その方たちもそこはやっぱり勘違いしてね、まあこうピヤッとこう、まあ左手で触ってる状態でバーッてやってる感じでやってミスしてるっていうのが多かったんでね、ちょっとこう肩周り固めてこうやっていってほしいですね。これ作ってほしい。これなんとなくこうやってると腕伸ばしてるように見えないですか。こう揃うとなんかちょっと伸びてるようにも見えるんですよね。後ろから行ってもこう見えると、一直線に見えるとなんか伸ばしてるように見えますよね。これ曲がってますからね、普通に90度近く曲がってますからね。でもこういくとなんか伸ばしてるように見えるけど曲がってます。で伸ばしますよ。これ伸ばしました。あります。これはねこうなったらね曲がってるっていうのは分かるんだけど、こうなってるとなんか伸びてるような気がするから、あの私の打ち合い動画とかを見ても間違いないのよね、そこね。ターンしてこう行って、これ曲がってますからね。でこうこんなもんですよ。ビヤーンともなんないし、こう行ってこう入らないようにね。こう入った時点で、まあこれがこういう角度になるわけだから、ラケットはこうと後方に行ってないですからね。ちゃんと内線側でやってやってくださいね。まあ慣れてきたらね、ちょっと低め、このぐらいからやってもうまくいくんですけど、ちょっとやっぱ高めでやった方が内線で肩をこうはめやすいんでね。もう一つじゃあ確認方法ね、正しい方の肩をこう作ってくださいね。両方まず作ってみて、こう広場がありますと。で、右手で左腕を右側に引っ張ってみて、その時になんかこの辺がカチッて固まってる感じがすると正しいです。間違いの方ね、あの上から入って全部こう吐き出した方を引っ張るとグニャーっとどんだけでもいけるよみたいな感じでこう引っ張れるんですよね。でも正しい方でやると内線の状態でね、でこれを引っ張るとカチッて固まった感じがあるんで、これ以上持っていけないってところがあるんで、それ以上持っていくともうポキッと折れるというかね、まあ、こんな風になっちゃうんで、いきなりこう正しいのからぐーっとこっちで引きますよ。引いていくとポキッと折れる感じがあるんで、これはまってる状態と外れてる状態っていうのは分かりやすいんでね、これやって、あ、確かにここでロックするなっていうの、ロックしてる。でこれ伸ばして、で例えばこの正しい状態で誰かに引っ張ってもらってもいいですよ。この腕をね、あの体に対して前側にこうグッと引っ張っても、引っ張ってもらった時に腰からグッと持ってかれる状態になればこの方は正しいです。間違ってる場合、ね、上から行ってこうはみ出た状態、これで誰かに引っ張ってもらったら背骨がグイーンってこう遊びがあるというかね、ぐにゃぐにゃで全然腰が影響を受けないんですよね。この辺がやってないからね、元からやってない、参加してないんだよ最初からね。この肩はね外れてるからね、だからこう何かあった時にこっちが頑張れないんですよ。でも正しい方でやるとこれも一緒にこう背中から一緒に持っていかれる感じがあると思います。だから引っ張ってもらった、そういう確認方法もあるんで、ぜひ参考にして、ちょっと序盤の動きをね、仕上げたい。久保田テニス最初大事ですからね、ここをきっちり押さえると後が楽なんで、絶対そうしてこうやらないといけないってわけじゃないですよ。まあ、ゆくゆくはあの落とした状態からこうやって練習しないといけないんだけども、それだと最初からこの感じが抜けないんでね、みんなね、なかなかね、元から猫背だった人なんかは、ね、なのでこっからスタートして練習するね、ちゃんと確かめてね、それができるようになったらね、大体あこの感じかなってのが分かるようになってくるんで、落としてたとしてもそこにすぐはめて持ってこようと、することができると思うんで、大体そうなってるんですよみんなね。最初は全然こうなんかぐちゃぐちゃになってできたりできなかったりだったのが、ここからずっとやってこの、 あの力感を覚えると、肩周りのね、あの後腕周りの力の使い方を覚えると
こうゼロの状態からでもさっとこう入れていけるようになるんだよね。ちょっと肘が下がったところでまたそこに持ってこようとすることができるようになるんで、もうみんなそういう風になってきてるんで、ぜひスタートこの肩を作ってで練習するようにしてください。ということで今回は以上です。